ワートアフェアはアメリカの USA ネットワークで放送された連続テレビドラマ CIA の諜報員として採用された女性の物語である。普通の女性だった主人公の女性アニー・ウォーカーが新米諜報員として世界各地でスリリングな任務を一つ一つこなしつつ成長していく。主演女優はパイパー・ペラーボ。主人公が諜報員ということもあり。 アメリカ国内は元より国外でのロケも多数行っている。ボーンアイデンティティシリーズのダグリーマンが制作葬式を務めている。2015年1月6日、シリーズはシーズン5でキャンセルされたと USA ネットワークが発表した。日本では D-Life でシーズン1、シーズン2が放送されたほか、テレビ東京でもランチチャンネルにおいてシーズン1が放送された。 また、フールーでは、シーズン5まで配信されている。アニー・ウォーカーを演じているパイパー・ペラー・ボトーギーを演じているクリストファー・ゴーラム。コバート・アフェア第5シーズンでキャンセル。シネマ・トゥデー。2015年3月19日閲覧。コバート・アフェア。D ・ライフ。2015年3月19日閲覧。コバート・アフェアシーズン2。D ・ライフ。2015年3月19日閲覧。 コバートはフェア。フール2015年3月19日閲覧。ありがとうございます。